MP944 は、海14戦闘機の主翼の抗体格と飛行制御のために使用された。セントラルエアデータコンピュータは、アメリカ海軍の初期の F-14 戦闘機で使用されたエアデータコンピュータである。特筆すべきは専用設計の MOS 型、半導体で構成される。 大規模集積回路のマイクロプロセッサである MP944 を使用したことである。CDC はスティーブ・ゲラーとレイ・ホルトが主導するギャレット・エア・リサーチ社のチームと創業間もないアメリカン・セミコンダクターズの協力によって設計、製造された。設計作業は1968年に開始され、1970年6月に完了し、同様の目的で 回 -14 用に設計された複数の電気機械システムが不要になった。CDC は AD 変換器と複数の推奨圧力センサーと MOS 型のマイクロプロセッサで構成されていた。システムへの入力には飛行制御、複数のスイッチ、制圧、動圧と温度が含まれていた。出力は飛行制御と主翼の交代角、回 -14 の前円。 グローブとフラップの制御だった。MP944 は CDC のマイクロプロセッサのために使用される6個の集積回路から構成され、すべて2の歩数方式の20ビット固定小数点数を基本にしていた。これらは並列乗算ユニット、並列助算ユニット、ランダムアクセスストレージ、リードオンリーメモリーとステアリングロジックユニットから構成された。 完全なマイクロプロセッサシステムは1個の PUM、1個の PD、1個の SL 回、3個の RAS、3個の SLOW、19個の ROM を使用した。ホルトは1971年に CDC に関するコンピューターデザイン誌の記事を執筆したが、海軍の機密指定が解除されたのは1998年になってからだった。この理由により CDC と MP944 は歴史的に重要であるにもかかわらず正当な評価を受けなかった。1970年代当時、大半のプロセッサは8ビット以下のアーキテクチャだった。1971年、インテル4004はわずか4ビットで最大 740kHz1972 年のインテル8008は最大 500kHz で8ビットワードだった。そのため、 初期のマイクロプロセッサは1970年の F-14、トムキャットの 375kHz とワードサイズ20、ビットの MP944 よりも大幅に遅かった。ありがとうございます。